始まりましたということで、第1回〇〇選手権のぼりとじゃなくて、奥多摩海賊団の〇〇選手権が始まります。え、何歳だ今〇〇選手権言わないの。言っちゃっていいんですか。言っちゃっていいよ。なんとですね、今回、気配斬り選手権をしたいと思います。はい、イエーイ。気配斬りっていうのはね、このね、後で説明しますけども、エントリーナンバー4番、副キャプテン。副キャプテンの呼吸4の方、無の気持ち。これ手強そう。あれ、ミラクルグッチ対副キャプテンユリカ、はじめ。おはようございます。はい、おはようございます。日曜学校 YouTube 版です。うん、です。コロナでなかなか会えないので、はい、この YouTube で配信していこうと思います。今日は1月の17日です。はい、荒野の試み、荒野の試みねっていうタイトルで、マタイの4章4章1節から11節までです、うん。はい、ちょっとタイトルの紙芝居用意してないので、うん、キャプテンヤスがきっと荒野の試み編集で何とかしますってことで、はいはい、ということで4章の1節からどういう話かっていうのをちょっと紙芝居でお話しようと思います。はい、見えますか。これ、それすごい吹雪描いたの？描きました。かわいいでしょ。あ、いいね。最近あの人手抜きだからね。そうそう。まあいいや。いつもの人じゃないんですが、はい、私が描きました。はい、はい、これイエス様です。今イエス様は荒野に来てます。そしてこの荒野で40日、40夜、ずっと断食をしていました。うん、断食とお祈りをしたり。うん、ずっとご飯食べずにお祈りをする時間を過ごしていました。で、今日のタイトル荒野の試みなので、うん、試みを受けます。ほう、誰に試みを受けるかというと、サタンですね。どれ？サタン？どんな？サタンです。
可愛いでしょ、サタンっぽいね。はい、この40日40夜ご飯食べてないイエス様、うん、きっとすごくすごくお腹空いてたと思うんですけど、そのイエス様のところにこのサタンが来て、うん、惑わしに来るんですね、はい、でどういうことを言いに来たかというと、あなたが神の子だったら、うん、この石、まあ、ここに書いてある石がパンになるように命じなさいというふうにイエス様に言います。まあ、試みだよね、お腹ペコペコのイエス様に、もう変えりゃいいじゃん、石パンに変えればでいいじゃん、できるでしょうっていうふうに、神の子だったらできるっしょって感じで挑発するわけですね、うんうん、俺できるしって言えばいい、俺できるしってなると思うんだけど、イエス様どうしてしないの、どうババーン、はい、イエス様はこう言いました、人はパンだけで生きるのではなくて、神の口から出る一つ一つの言葉によると書いてある。かっこいいね、バーンと。これさ、俺できるしっつってなんか書いたらかっこ悪いよね。そうそう、イエス様はパンに変えて自分が食べることもできるけれども、こういうふうに言って、パンだけじゃないんだ、神からの口から出る言葉によるんだっていうふうに、俺もそうしよう今度から。でそれでサタンはこうピューと、ああ、ね、グーの根も出なくなっちゃうわけですね。これいいわ、俺できるしよりもかっこいいね。そうそう、そしたら次、悪魔へこたれないので、またさらに違う試みを、また来た、はい、また来ました、復活しました。でサタンこういうふうに言いました、今度は、聖なる都に連れて行って、うん、神殿の一番上、てっぺんに立たせました、まあ、すごい高いところに、でそしてまた言いました、あなたが神の子だったら下に身を投げてみなよって神は御使いたちに命じてその手にあなたを支えさせ、はいはい、あなたの足が石に打ち当たることのないようにされるって聖書に書いてるでしょって言ったわけですね。これも俺言いそうだね、うん、俺飛べるしって言うと小学生飛びそうだよね、うん、これさっきはあの聖書の言葉でちょっと負けちゃったので、また今度はサタン賢いので、はいはい、聖書の言葉を使ってできるでしょって言ったわけですね、うんうん、まあ、でも神様イエス様できるので、うん、まあ、やろうと思えばやれるんだけど、俺飛べるし、もう俺もっと高いところ飛べるし、俺飛べるしってならずに、ババーンと、はい、今度は何て言ったかというと、あなたの神である主を試みてはならないとも書いてあるでしょうっていうふうに書いてあるんだ、聖書に、聖書に書いてあるんですよ、これ。なるほどね。はい、それに対して、まあ、サタンまたやられた、目がバッテンになってなってしまいました。そしたら今度悪魔、これ何、まだめげません。すごいね。頑張るね。また復活してる。高い山に連れて行ったんですね。でこの世のすべての国々とすべての、うん、栄を見せて言いました。もしひれ伏して私を拝んだら、これ全部あなたにあげましょうって言ったわけですね。これちょっと地球書いたんだけど、おーすごいね、この世の全部、この国々の全部あげるよって言ったわけです。それに対してイエス様、え、俺最強ってなんなかったの、もうこれはもう3回目だったね。あ、またこれババーンってなったんだ。ババーンと、あー、これなんていうの、イエス様こう言いました、うん、引き下がれサタン、あなたの神である主を拝み、主にだけ使えよって書いてあるふうにババーンとまた御言葉を突き出したわけです。なるほどね、はい、そしたら悪魔はさすがに3回もボコボコにされたのでこうしてよく頑張ったよね、悪魔もね、やられたって3回も頑張った、とぼとぼと離れていきました、うん、はいはい、さっというお話でした。なるほどね、はい、イエス様は小学生男子じゃなかったんですね。そうなんです、俺できるしってならなかったはい、じゃあフーシャのポイントとしては何ですか。ポイントとしては、うん、そうですね、全部、うん、3つありました、うん、石をパンに変える、うん、で高いところから身を投げて助かる、はいはいはい、で3つ目が、サタンに拝む、うん、まあ、全部できることではある、うん、イエス様が特に石をパンに変えるとかは余裕でできるし、うん、それを目の前でしてみせたら、うん、サタンもすごいってなると思うんだけど、まあ、 そうね、それをあえてしなかったっていうことがポイントですね、今日の。
で、じゃあ何で打ち負かしたかというと、こちらババーン、ババーン御言葉です。ああ2回目もババーン御言葉です。聖書、聖書、うん、そして最後も、うん、ババーンと御言葉で打ち負かしたわけですね、はい、この神様、主であるっていうこと、うん、すごい方であるっていうことをで勝ったんじゃなくて、うん、イエス様はこの御言葉一つでサタンを打ち負かしたわけですね。でこれこの御言葉が聖書がどれだけすごいかってことをこのマタイの福音書の4章1節から11節でわかるかなと思いますね。うん、すげえのは俺じゃなくて聖書ってことですね。そう、はい、ただこのイエス様がこれ全部聖書の御言葉を覚えてるのもすごいよね。だから多分自分の中で御言葉がちゃんと、まあ、イエス様だから覚えてるだろうけど、うん、分かってないとこのサタンに何かチクチク言われた時にババーンと出せないっていうところですかね。まあ、聖書の中にその御言葉はこう剣だってね、鬼滅の刃ですよ、ね、鬼サタンをやっつけるこう剣として聖書の御言葉だって書いてあるから、だから一つでもね覚えてればそれがこう武器になるってことだと思うんですけども、今日の暗唱聖句はどこ、はい、今日の暗唱聖句はマタイの福音書4章4節ですね。最初に試みにあった時に、うん、イエス様が言った言葉です、うん、人はパンだけで生きるのではなく神の口から出る一つ一つの言葉によるというものですね、はい、御言葉を心に蓄えることがすごくすごく重要だなというふうに思います、ね、はい、大事ということ、はい、うん、ちなみにね、これね、この人はパンだけで生きるのではなく神の口から出る一つの言葉で生きるっていうのは、これはイエス様ほら書いてあるって言ったよね、これが聖書に。でイエス様の言ってる聖書っていうのは旧約聖書で、今日の3つともね、新命記っていうところに書いてあるね、新命記。でこのパンの話は新命記 8-3 ってところなので、皆さんもし聖書持ってたら、調べてみてください、新命記だから旧約聖書、イエス様は旧約聖書を読んでましたので、だから旧約聖書の話も私たちにね読んでおくと、イエス様と同じようにサタンにね、鬼滅の刃、水の呼吸とかできるようになるんですね、はい、神明期の呼吸ということで、はい、ということで、じゃあ最後、じゃあ夫婦さんお祈りして終わりにしておきます、はいはい、ではお祈りします。愛する天のお父様、おはようございます。今日も、こうして礼拝を、捧げることができること、ありがとうございます。あなたの御言葉を受け取ることができること、ありがとうございます、今日はマタイの福音書から、あなたの御言葉の素晴らしさを学びました、どうか私たち一人一人、毎日御言葉を蓄えて、剣を、御言葉の剣を身につけることができるようにどうか助けてください。私たちがしっかりと、あなたのことを見て、あなたと共に戦うことができるようにどうか助けてください、今週1週間もあなたが、私たちを守ってくださいますように、イエス様の名前を通してお祈りします。アーメン、アーメン、はい、それではまた来週だね。また来週、はい、じゃあさよなら。プリスティー対副キャプテンユリカ始める。